ティーラシン・デエンダーは台湾国出身のプロサッカー選手。BG、パトゥム・ユナイテッド FC 所属。タイ代表。ポジションはフォワード。日本ではテラシル・ダングダ、ティーラシル・ダンダ、ティラシン、デンダーと表記されることもある。1988年6月6日にバンコクで誕生したティーラシンはロイヤル・タイ・ヤーフォース FC に所属した。 元サッカー選手の父親の影響を受け、7歳から4歳年下の妹と一緒にサッカーを始めた。2005年、ロイヤルタイヤーフォース FC に入団した。ユースチームからファーストチームに昇格すると、レギュラーの座を獲得した。2007年、タイディビジョン1リーグのムアントンユナイテッド FC に移籍した。同年、太陽国代表に選出され、10月8日に、 行われた 2010FIFA ワールドカップアジア予選のマカオ戦で代表初ゴールを記録した。マンチェスターシティ FC2007 年11月、タイ王国代表のスリースカ、キアトプラウットサイウェオと共に、タクシンチナワットに買収された、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC に移籍した。しかし、労働許可証の問題により、スリースカと共に、 スイスのグラスホッパークラブチューリッヒに期限付き移籍した。キアトプラウットはベルギーのクラブブルッヘに期限付き移籍した。2008年6月にマンチェスターシティ FC 復帰後もビザの問題は解決されず、アブダビーユナイテッドグループによってマンチェスターシティ FC が買収されると3人は放出された。ティーラシンはファーストチームで出場機会がなかったが後に マンチェスターシティ FC での時間を振り返ってアマチュアレベルからプロレベルにステップアップするための貴重な経験ができたと語った。ムアントニーユナイテッド FC2009 年、タイプレミアリーグのムアントニーユナイテッド FC に復帰した。同年3月8日、タイポート FC 戦でプレミアリーグデビューを果たした。2009年にプレミアリーグ初優勝、2010年には 2連覇を達成した。2012年は24ゴールを記録し、ムアントンユナイテッド FC を3回目の優勝に導くとともにプレミアリーグ得点王に輝いた。2013年1月、プリメーラディビシオンのアトレティコ・マドリードの練習に参加したが、移籍は実現しなかった。UD アルメリア2014年2月5日、同年7月にプリメーラディビシオンの UDR メリアに期限付き移籍することが発表された。期限付き移籍期間は2014から2015、シーズンの1年間で買取オプションがついている。同年8月23日、RCD エスパニオール戦でプリメイラ初出場を、果たし、プリメイラで試合に出場した、最初のタイ人、サッカー選手となった。同年十二月五日、コパデルレイのレアルベティス戦で移籍後初ゴールを、 記録した。ムアントン復帰2015年1月にムアントンに復帰した。当初に予定されていたレンタル期間より半年早く UDR メディアを去ることとなった。サンフレッチェ広島2017年12月、サンフレッチェ広島に期限付き移籍することが発表された。2月24日に行われた開幕戦の北海道コンサドーレ札幌戦で得点を挙げ、 J リーグ初の対人得点者となった。開幕戦でゴールを決めるも思うように得点を重ねられず、徐々にスタメンから外れる機会が増えて、最終的にはリーグ戦32試合で先発出場は11試合にとどまった。シーズン終了後、期限付き遺跡期間満了により、広島を退団。清水エスパルス2020年、清水エスパルスに完全遺跡で加入。 2年ぶりに J リーグに復帰した。同年2月23日、開幕戦 FC 東京戦に先発出場すると、早速移籍後初ゴールを決めた。この得点は、清水にとって、ホーム通算700ゴール目となった。清水では、リーグ戦24試合に出場し、3得点を記録。パトゥムユナイテッド2020年12月23日、BG。 パトゥムユナイテッド FC に完全移籍することが、清水エスパルスより発表された妹の、タニーカーン・デンダーもサッカー隊王国女子、代表選手である。ありがとうございます。